チャオ。今回のソムリエシリーズは田中大成と浜田翔輝でやっていきます。お願いします。お願いします。じゃあ、今回はキノコとごぼうのリゾットです、食材しめじ、エリンギ、これキノコは何でもいいと思います。多分家庭で好きなもの、椎茸でも全然大丈夫。マッシュルームこれ何ですか？これエリンギです。エリンギか。もう裂いちゃう。あとごぼうで、パルミジャーノとバターと、これも炊いてあった米、お米ですね。すぐにできちゃう。多分リゾットってイメージ、ちょっと米を炊いて長い時間で15分とかかけるイメージなんですけども、もう炊いてあるお米でもうささっと作っちゃうがポイント。ポイントですね。家庭でもすぐできちゃうというか、まあ、イメージとしては例えばな鍋のなんか余った汁とかそういう冬物で最後お米入れて簡単にリゾット作るみたいなイメージ。まずごぼうを軽く炒めます。あの香りが出るんで、ごぼうはうまみも強いん でこっちで炒め物して、こっち側でリゾットを今日仕上げていきます。でこっちに少しチキンコンソメ、家庭でも多分あればこれを少し入れて、水もちょっと入れます。あんまり汁を置いたの炊かないんで、少しの少なめの水分を入れたんです。この調整はその入れる米の量で多分調整していってもらえれば。まあ、ごぼうのポイントとしては、うちの、まあ、シェフがあんま水にさらさないんですね。シェフがポリフェノールが水につけるとなんか水に抜けちゃうっていうふうによく言われて、だから自分もそこから絶対つけないで、まあ、直前に切れば色も黒くならないんで、そういうふうに使ってる、ね、やっぱりでもシェフの言う通り結構水でやるとごぼうの香りとかも飛んじゃうんですけど、こうそのまま使うとすごいごぼうの香り、まあ良くも悪くも土の香りがすごい食材に溶け込むんで、自分はこれいいなと思ってそのまま真似させてもらってます。で軽く炒めて香り出して、もうこれをちょっと煮出すというか、はい、少しだけこっちで煮ときます。香りいいね。香りいいですね。確かに香りいい、まあ、これ若干思いついたのは、営業の時にキノコのリゾットを作ってくれってお客さんがいた時に、なんか野菜一種類入れてほしいなって言われて、ごぼうを入れて、ごぼう入れたら思った以上に合うっていうのを自分の中で知って、そのままここでちょっと紹介したいなっていうのが一番最初のあれですね。なるほどね。で、まあキノコはちょっと多めのオイルでいいと思います。キノコにか吸うんで、でこれにポイントというか、このまま炒めるもいいんだけど、少し重いものでこうなんですか、押す、ちょっと押すんですね。ヒュイーンって音鳴るんですけど、そのちょっと潰すことによって香りも出るのと、あとなんか旨味が凝縮されるんですね。うん、なんかちょっと、まあ、ワンポイントというか、キノコの水分出して、はい、水分も出て、で香りも結構立って旨味がいい感じに出るんですね。で色もちょっと均等に綺麗についてくるので、これをこっちに入れて汁に旨味を出すというか、うん、これこのこういう料理だと素材がはっきりしてるからワインとかも選びやすいですね。そうですね、確かに、うん、ワインは全く分かんないけど、あ、美味しいです。ちょっとだけ失礼します。もう間違いないですね。キノコの旨味とごぼうのなんか甘みっていうか、土臭いのもそうですけど、それやっぱり相まってかなり美味しい感じになります。これでここにお米を入れていきます。案外具が多かったかもしれない。具が多かった、具沢山、具沢山な感じの、案外多分一回炊いてるお米なんで水分結構吸われると思うんで、リゾットリゾットって言っていいのか、
まあ、家庭で作れるリゾットっていうところで言えば、簡単に作れるっていうところで言えば、水分少し入れて最後パルミジャーノともうバターで仕上げてます。まあ、炊いてる米だからね、馴染めば、ま、きのことごぼうに馴染めば、はい、もうじゃあここにバター仕上げね、はい、仕上げです。仕上げ、なんてか、あでもリゾットっぽい、リゾットっぽくなりますね、リゾットね。まあ日本米なんで、ね、特にあの、うん、粘性が出るんで、なんかすごいリゾットっぽく確かに仕上がってる見た目にはなりますね。最後パルミジャーノで、また合わせて、少しパルミジャーノかけて、きのことごぼうのリゾット完成です。ソムリエシリーズ、毎回ね3本撮ってるんですけども、河合シェフが参加してからニューシリーズですよね。はい、今回のテーマは何なんですか？今回のテーマは米です。 米、はい、で米を3本、そしてワインはどういうふうに選んだんですか？ワインショップ、もしくはワインにこうちょっと特化した酒屋さんとか、うん、ちょっと専門店的なところで揃えてみようかっていう、はい、今までちょっとコンビニが続いたからね。そうですね、スーパーコンビニが続いたんで、うん、でお値段もまあ3000円ぐらいまでのちょっと今までより少し予算を上げて、はい、はい、でちなみに鈴木さんどこ行ったの？僕は江ノ手家さんに、はい、杉沢さんは？はい、僕は今日、今回は格安さんに行って、はい、来ました。はい、わかりました。じゃあ楽しみですね、その違いを。じゃあ料理が、お生き畑じゃないか。失礼します。はい、今年の1年生の生き畑です。はい、生き畑です、よろしくお願いします。もう早速カメラ目線で、ね、彼はもう入ってきてもサービス希望ということで、もうすぐね杉沢さんに兄貴っていう感じで、はい、ついていくことをもう宣言しましたんで、はい、お願いします。はい、一応自己紹介を。はい、サービス1年目の池畑渡です、よろしくお願いします。ある調理師学校で首席だったそうです。はい、ということで、ちょっと説明してください、これ。はい、じゃあ今日ごぼうとあと しめじと、エリンギを使ったリゾットです。はい、で仕上げにパルミジャーノチーズをあしらってます。はい、分かりました、ありがとうございます。はい、じゃあ合わせるワインをお願いします。はい、川合さん何選ぶ、これに。これに何選ぶ、うん、もうでも白じゃないですかね。白、僕は、はい、白の例えば何でしょう。もうシャルドネでいきます。シャルドネベタな感じですけどバターチーズ、うん、なんでちょっと可愛いのハードルも一回ずつ上げていこうかなと思って色で判断ってなかなか難しいですね。じゃあ色と香りで、うん、うん、ん？ソービニョンっぽいですね。これは最初は鈴木さんね。これはソービニョン。ん？これなんだろう。同じソービニョン、ソービニョン。同じ香りだよね。ただこっちの方が濃いよね。あとの方が、うん、こっちは濃いですね。じゃあ説明お願いします。シャルドネか。じゃあ最初にお配りしたのが僕の選んだワインで、ピエモンテのランゲのシャルドネです。あ、シャルドネか。樽は多分使ってはいるんですけど、あんまり前面に出てないタイプですね。はい、最初なんかリゾットって聞いて赤にしようかなと思ったんですけど、コンセプトがその鍋の余りで作るリゾットみたいな、そんなニュアンスで聞いてたんで、 あんまり濃い方じゃない方がいいかなと思って、ちょっと優しめの余りで作る、あ、鍋の材料の余り、鍋の余ったところにご飯を入れて、でなんかチーズとって言ってたよね、とかあとはその具材がどうしてもこう、うん、お鍋の余る時に使うって言ってたんで、うんうんうん、はい、僕もあのシャルドネはシャルドネなんですけども、チリのシャルドネを、はい、ご用意しました。どちらかというともうふっくらと果実味のあるような、
シャルドネ、うん、まあ、僕もそのお話を聞いてた時にその鍋の後っていうようなイメージっていうので、まあ、いろいろなお野菜だったり、まあ、お肉だったりのうまみとか甘みがいろいろあるのかなっていう。で、まあ、リゾットっていうので少しチーズとかあのパルミジャーノも入るんでちょっとあのふっくらとしてる、これも樽はかかってないと思うんですけども、あのふっくらとしてるタイプで、はい、ご用意しました。まあ、好み的に言えばやっぱりピエモンテの方が自分は好みかなっていう感じがしますね。結構あのチリの方は酸が強い、ね、うんうん、思った以上に強いですね。もう少しリゾットがこってりしてたらね、あれだけど、うん、割とあっさりしてるもんね、うん、バターとか油分がもうちょっとあれば多分こっちでも全然いけちゃう。でも全然コンビだから。そうです、うん、まあ、もっともったりしてるのかなっていう自分もイメージ、リゾットがもったりしてるのかなっていうイメージだったので、ちょっとふっくらの方にちょっと寄せて、で割と酸も最後に少し残るんで、まあその油分を切るじゃないですけど、そのイメージで選ばせていただいたんですけど、はい、はい、じゃあ川合さんの判定を。そうですね、このリゾットに関しては鈴木さんの方で、うん、もしアドバイスするとしてチリのシャルドネが合うにはどのように。そうですね、やっぱさっき言ってたように多分これも炊いたご飯でその具材を最後ちょっと仕上げにバターとパルを入れてリゾット風にしてる感じだと思うので、うん、多分しっかり生の米からしっかり炊いた、うん、あのリゾットだったら十分合うと思いますね。そうですね、まあ、その仕上げ方の形かなとは思うんですけど、まあ本当はどっちも合うし、あの美味しかったです。ちなみに値段は大体いくらぐらいなんですか。それはこれで2800円ぐらいかな。2800円、はい、僕は、1000円ぐらいです。これは1000円です。そうなんですよね、あの飲んだことのあるワイン、唯一今回は飲んだことのあるワインで、まあ、多分コンビニさんでも売ってると思うんですけど、たまたま見た中で自分が選ぶ中で、あ、これ合うなって思った中がたまたまこの値段だったんで、コストパフォーマンスはすごくいいのかなって思いますね、はい、じゃあパフォーマンス賞ですか。そうですね、ありがとうございます。ということでした、1回目、はい、またこんな感じで2回目3回目と続きます、はい、ではまたチャオチャオ。